だ中電とか東電とかは旧電力プラン。旧っては言わないよね。どうですかね、電力自由化で節約になりますよっていう、そんな記事もありますけど、うん、まあ、こういうところでデメリットがちょっと出てきちゃうのかなっていう。そうじゃない動画から入ってくれた人もやっぱいるので、どうしていこうかなっていうのはちょっと悩ましいなと思ってはいますね。節約大戦公式チャンネル、ガヤナさん、はい、どうも久しぶりだね。小町でございます。あ、海橋風です。海橋です。ということでですね、はい、まずはですね、こちらを見てください。はい、ドラクエの音を使っても問題ないんじゃないっていうやつね、うん、そうだから今日もこの BGM で始めさせていただきましたけど、はい、ほら見てこれ、ドラゴンクエストシリーズ作品、うん、動画生配信画像投稿に関するガイドラインっていうのが新しくなって、はい、ドラゴンクエストシリーズは、ゲーム実況配信を応援します、うん、ということでね、この下にも2枚目の画像ね、こっちね、はい、はい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 、そうです。だからこれもう収益化していいんだって、ドラクエのゲーム実況とか配信を使う、それを禁止しないっていうね、うんうんうん、柔軟でいいっすよね。そういうことですよ。ゲーム実況によってドラクエが売れたりとか、はい、そう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 、そういうところでお互い最後の最後でいいんでしょうね、うん、きっと。そうそうそう、だから堀井雄二さんがね、もともとゲームはコミュニケーションツールだからっていう、そういうふうに言ってる、そのポリシーを大事にしていこうっていう、そういう話らしいですね、うん、あ、いい話だ。はい、ということで、はい、まあ、これはあの節約大全公式チャンネルのオープニング曲にもなったということでね。あ、もうこれから全部これ、はい、わかんないですけどそれはわかんないですけど、はい、はい、ということでね、はい、こういう形であの始めさせていただきましたけど、はい、今日もよろしくお願いします。お願いいたします。はい、何の話をしますか今日は。じゃあ流しとくもう終わりだから、これで終わりだから、はい、ということで、このチャンネルはですね、はい、何かの文脈で誰かがお得になると判断したことであれば、どんなことでもと見上げる雑食節約チャンネルです。最近ね、チャンネル登録をしてくださった方ね、はい、ちょっと増えているじゃないですか、はい、ありがたいことに。最近登録してくださった方に言いたいんですけどね、うちは一口うまなしだけじゃなくて、こういろいろなお得情報動画というのをやってますので、はい、ぜひ再生リストから気になる動画というのを見つけてご覧になってみてください。お願いします。はい、タイトルは節約大全公式チャンネルですからね。そうですよ、はい、はい、よろしくお願いします。あとね、僕のおすすめはちなみにあのレジ袋有料化の闇というサムネイルね。おー、懐かしい。ええー、この動画これか、はい、これがおすすめです。はい、頑張って喋りました。で、あと、はい、今ですね、チャンネル登録2000人突破プレゼント企画っていうのをやってますので、はい、ツイッターのフォローもね、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。クオカードは2枚ね、当たった人は1000円もらえるよ。そうですね、うん、サリオスとグローリーベースのね、重賞勝利記念のクオカードプレゼント企画やってますので、はい、はい、で、今週の金曜日22日にライブ配信やりますので、はい、ぜひそちらも楽しみにしていてください。そこで発表するんだもんね、うん、その当選者。そうそうそう、はい、ということで、本日のメニューはこちら。今日はね、雑談です。はい、ちょっとローテーションの谷間ということで。ああ、なるほど。いや、狭間です。で、あとはですね、なぜちょっとうち最近あの馬系の動画が多いので、はい、もともと多かったんですけど、週に1回ぐらい他の動画、まあ2か3は違うのにやってます。こんなにやってるの俺なんか馬ばっかやってんなと思ってる。公開された動画なんかチェックしないですよね、金谷さんぐらいになるとね。俺してるよ。そういうことですよね。だからしてる。よろしくお疲れっていうあの大御所感出してるもんね、いつも。大御所だもんね、俺ね。そうですよね、はい、はい、大御所なんで。ちょっと今日緩くね、久しぶりにあの2人で雑談をするっていう。この2人で雑談って久しぶりやと思う。あ、初めて雑談会的なやつは初めて初めてではないかもしれないけどね。はい、でまずはね、最初のトピックこちらです。はい、電気代がやばいらしいですね。これ知らなかった。これあの節約大全のね、はい、編集部がツイートしてるツイートなんですけど、うん、あの新電力プラン、新電力プランってわかりますか。これ何、今新しく引っ越しして電気会社と契約になったら新しくなるの。おお、なかなか斜め上の意見が出てきましたけど、ね、電力自由化やったよね。やったやった。そうだね、うん、そうそう、電力自由化でその、うん、新しく東京電力とか中部電力とか関西電力とか、それそういうなんとか電力以外 の, あの新しい電力会社いっぱいあるじゃないですか、はい、ああいうものを、新電力というんですけど、電力自由化をされて新しくなったもの、ね、新しく出てきたものを新電力プランと呼ぶんですが、だ中電とか東電とかは旧電力プラン。旧っては言わないよね、まあ、普通の従来の従来のそう、うん、っていうのがあって、はい、
電力価格高騰で10倍以上かもしれないというね。でこれ、まあ、詳しい話ニュースがいろいろ出てるので、はい、まあ、あの画像をちょっとピックアップしてみたんですけど、こちらね、これヤフーニュース、その新電力プランっていうのは市場連動プランっていうふうに呼ばれてるプランを契約している人はやばいかもって話なんですよ。あ、変動するのね。だからそうです、だから住宅ローンのさ変動金利とか固定金利とかあるじゃないですか、うん、はいはい、それっていうのはこう、ね、市場 の、 その金利に惑わされず固定され、10年間固定されますみたいな、そういうやつだけど、その今までの電力プランっていうのは重量課金制のものって、はい、そういうものだと考えたらいいと思うんですけど、でその新電力プラン の、 その市場連動プランっていうのは連動するんですよね、はい、これは何、需給に連動する感じですか。そうです、市場連動とか。そうかそうそうそう、このニュースに書いてある、あるけど、はい、まあ、例年と比べてその10倍近い異常な高値に電気の卸しが来てるっていうことです、はい、みんな家にいて電気ばっか使うからってこと。全国的な寒さや悪天候による太陽光発電などの発電量低下を背景にということでですね、火力発電の燃料となる液化天然ガスの在庫不足も電力不足の原因との見方を示している。そう、新電力の会社が電気を買ってくるところが発電してる電気って火力発電で賄われてるんですね。まあ燃料が足りませんってなったら、はいはい、当然値段も上がるし。そりゃそうだ。うん。ということで、なんか311の時よりも電力需要がやばい。っていうので、これが、IT メディアさんのニュース、はい、こちらですけど、要するにですね、ここに書いてある通りですね、一般的な重量契約型プランの場合、電気の調達価格が安い時にも消費者にかかる電気料金が一定、まあ、だから普段高いんですよ。うん、で、電力会社のリザヤが増えるんだけど、市場連動型プランは電気の調達価格に応じて価格がこう、まあ、増減する。うん。うん、なので、それがメリットで節約になる、電気代が節約になるよっていうのが、その電力自由化。はい。だけど、そんな10倍になったら、電気代も10倍になるのみたいな、そんなレベルで、そんなこと聞いてないよって話ですよね。そうだね。うん。10万超えるもん。そう、だからそこはもうなんか3万円をマックスにして、その電力会社がそれ以上もらいませんみたいな話になったりとか、だからもうなんかいろいろなところが大赤字になっていると思う。なるほどな。そういう話ですね。はい。どうですかね、電力自由化で節約になりますよっていうのを、うちなんかもね、やってました、ね、当時からやったから、サイト、うん、そんな記事もありますけど、うん、まあ、こういうところでデメリットがちょっと出てきちゃうのかなっていうのは、こういうところでいろいろ淘汰されて、うん、その新電力プランの会社も絞られていくかもしれないですね、うん、消費者がやばいからねだって普通にやばいでしょ、淘汰も何もやっぱ市場連動型プランだと普通に考えたらね、消費者の負担も激増ということになるんで、そこでこう消費者がまだ戻ったりとか、うん、まだマシなところに乗り換えたり、うん、多分するじゃないですか、うんうん、うまく自腹を切ってユーザーにメリットを出せる会社が生き残っていくだろうなっていう、うん、はい、はい、なのでちょっと、まあ、その電力自由化でなんか電気変えてるよっていう方はちょっとチェックしてみてほしいなと思いますけど、ちょっと動き気になりますかね。そうね、だからちょっとどうなるかみたいなのは追っかけてきたかなというふうに思ってますね、はい、はい、じゃあ次なんですけど、はい、まあ、最近ね馬動画多いじゃないですか、はい、まあ、その理由ですよ、なんで馬動画最近応援してるかっていう話なんだけど、はい、ここ最近新規でチャンネル登録をしてくれてる人のこう多くがですね、はい、まあ、あのアーモンドアイの終始動画、はいはい、あれをきっかけにうちのチャンネル見てくれて、そう、まあ何かしらで、登録してくれてると思うんですよ、まあ、だからちょっと正直配分に悩んでるところがあって、はい、うん、そういうこと、それだけです、それだけでもね結構みんな喜んでると思うよいや、まあそうなんですけどね、でもやっぱそうじゃない動画から入ってくれた人もやっぱいるので、まあもちろんそのあたりこうどうしていこうかなっていうのはちょっと悩ましいなと思ってはいますね。で、まあただね、いつも言ってることなんですけど、うちはこう節約大全なので、一口話のことに関しても、はい、収支のことをやっぱメインに考えるんですよ、はい、考えてる、僕は収支をメインに考える、だから馬のなんか味方のテクニックとかそういうのはねあんまり気にしてないんですよね。投資商品としてバックができるだけ期待値が高いとかどこだとか、そういう話ですよね。そうなんやで、そういうところに重きを置いているので、はい、だからそうノーザンファームの馬がおすすめってずっと言ってるんですよね、はい、だから今週末にもその正月からねやってる、今年の正月からやってる、はい、ノーザン万歳動画ね、ノーザン万歳動画の続きを、前後編で土日で出す予定ですので、まあ、そちらもちょっと楽しみにしてほしいなというふうに思っています、はい、だけど本当はさ、旅行系とか力入れてやっていきたいんですよ、 Vlog、レビュー、はい、好きだったんだね、終わったわけじゃないけどな、好きだったないや終わってねえよだからもう今さ、いや違う、567のせいでね、はいはい、動けないんですよ、だから旅行予約しても結局 GoTo トラベルもまたなくなっちゃうし、うん、一応延期になってる、
まだいつ再開するか分かんなくなってるじゃないですか。はい。うん。前も言ったけどさ、うち子供ちっちゃいからさ、幼稚園であんまり外行かないでくれとかなんとかって言われてるから、うん、余計に行けないんですよね。うん。まあ、気にせずね、行って飛行機乗ってる人とかはいるだろうけど、やっぱなんかいろんな節約と絡めていこうと思ったら GoTo 利用するとかしたいですもん、ね、そう、だからマイルね、貯めてカードでお得にポイ活でとかってなるんだけど、その俺の最終的なモチベーションが それって旅行に向いてるんですよね、はい、旅行のためにどうお得に行くかみたいなのを考えてるんで、それができないとモチベーションが上がらない。だから旅行っていうそのワード自体もうなんか需要がそこすごく下がってるっていうのも、だから旅行系の YouTuber さんが商売上がったりですみたいな、終わりましたとかって言ってたけど、行きたいと思うから検索したりするもんね。そう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 、でもそれも行けないからもうそれ自体のニーズがないっていうふうに、ね、なっちゃってますよね。だから申し訳ないなっていうのと、あとさ、うん、レジーナの伊豆、はい、去年の秋に行ったやつだから、それはなんか近々ホテルのレビューぐらいちょっと出してもいいかなとか、あの小町と泊まれるホテルですよね。そう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 、ワンちゃんと一緒に泊まれる、あ、ワンちゃんの方の小町だ。あとはね、ただポイ活とかその、うん、ね、いつも毎週やってる馬屋さん工場計画ね、はいはい、金谷さんがなんだっけ100万食べるやつね、36万、そう、36万になったんだそう、はい、ああいうやつとか、うん、でも36万とかシルクでめちゃいいわかるもんね。そうだよね、それはいいよね、うん、ね、節約生活をして馬のために金を貯めるってやつね、はい、あ、とりあえずその567が落ち着くまではそういったこう方向性でね、今年は、節約動画を出していきたい。はい、アキラのポイ活日記とかそういうやつですよね、はい、あれもなんか反響大きかったですね。そう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 、うん、俺のモチベーションが上がらないんでちょっとアキラにやってもらうというやつ、そちらもぜひ見てほしいですね。はい、金谷さん、はい、というわけでですね、はい、もうちょっと時間切れです、今日は。はい、はい、まあもうちょっとあの話したいこととか、投資の話とか、うん、ちょっと話したいね、最近投資の動画をどうしてんだっていう話とか、うん、そうですね、2020年の一口馬主クラブ別成績の話とかちょっとしたいんですけど、はいはいはい、続きをまたね、木曜日に出したいと思います。木曜日、あさって、今日は一旦ここで終わりと、後編に続く今日の話がちょっとでも面白かったら高評価とグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご覧いただき、今日もね、今日も最後までご覧いただき、今日もがなかったってこと、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバーイ。あとは2020年のですね、はい、まあ、クラブ系馬主の成績というのをちょっと眺めながら、はい、まあ、その雑感をね、二人で語ってみようか。やっぱり馬かみたいな話なんですけど、うん。